静岡清水区で大型トラックから軽油およそ300リットルが川や海に流出しました。こちらは軽油が流れ出たトラックです。このトラックが止まっていたこの場所から軽油が水路に流れ出て海まで到達したということです。 昨日午後6時ごろ、静岡市清水区伊原町の運送会社で、大型トラックの燃料タンクから軽油およそ300リットルが川に流れ出ました。軽油は新明川や伊原川を流れて清水港曽出市府島の湾内に流出したため、市や消防などがオイルマットで軽油を吸着させていきました。 漏れ出した原因は、燃料タンクの修理をした際に、コックの取り付け不良があったということです。修理屋さんなんですけれども、燃料タンクの、まあ、下のコック、結局、線をした状態じゃなくて、ガムテープだけの,です、ね、あの状態で修理完了の連絡をいただいたものですから、まあ、車庫でそのテープが剥がれて、燃料が漏れ出したということになってしまいました。 市によりますとこれまでのところ軽油による被害の報告はなく必要に応じてオイルマットの交換をしていくということです。